どうもライスゲームズのライスです。ではね、緊急事態、まさに緊急事態、ちょっとね見てほしい。あのバグ技をやって、あのうちの部君にちょっと技を覚えさせたんですけど、あ、攻撃力102、素早さ125、特殊96、レベル65で四天王全員倒してやろうかなと思ったら、でこの剣の前、クラブハンマー、空と吹雪、この無理やり3時間かけて無理やり覚えさせたこのポッポブー君、よっしゃ行くぜと思ってここに来たら、まあ、とりあえずちょっと見てみるかなと思ったら、こいつが勝負をしてきた。こいつ誰？俺？これもしかして、あの対戦する時のなんかあれなんかな、なんか作ってたんかな、もしかして任天堂で出てくるポケモンが、あね、バミにもう毒になってて、でリザードン、なんでリザードンなんだろうな。でもうクラブハンマーとか、まあ、効果抜群のやつするんだけど、まあ、相手のねレベルがね、なんかすんごいんだよね。毒なのに眠りになって急所に当たりやすい、すんごいいいね技見つけたのに、クラブハンマーめっちゃこれで四天王全員ぶち殺そうかなと思ったけど、倒せないんですよこいつ倒せないんですよ。空飛ぶとか覚えやがって、レベル80なんですよね。なんこいつひどくない？あークラブハンマーたまに外れるというね、もう完全にバグっちゃって、もう完璧にバグった。これ直す方法全く分かんないから、わどうしようっつってからいろいろ試したんだけど直んない。どうやってもなんかなんだ、そうバグった方法としてはあれなんですよね。技をポケモンの技を変えるために 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9番目のところでセレクトを押して、まあ、ポケモンと戦う、でいらない技の上で、セレクトボタンを押すと、そしたらなんかできるから、まあ悪あがきで攻撃できないから、もうクラブハンマーで適当にとりあえず倒してしまって、倒すか逃げるかでいいんだけど、で倒すか逃げるかするとここの技が、まあ、解けるに変わると、まあいろんな技に変わるわけよ。でなんか経験値の200、その今経験値持ってるやつの256分の1で割るとその技が決まるらしいんですけど、もうめんどくせえけ、もう適当にやっちゃえっつってずーっと3時間やりよったらあんな感じになっちゃった。で、もう四天王だけなんかなと思って、他にもちょっと戦ってないトレーナーがまあ 2,3 匹いたんで、まあ、そいつらの方にちょっと話しかけてみたんですけど、そいつらもねどうやらねもう無理なんですよね。ちょっと自転車がないとちょっとあれなんですよ、いけないところなんで。いやまさかだったわ。いやまさかバグるなんてな、しかも完全に解消されないバグで、これの敵倒してないから、まあ、これの敵をちょっとやろうかなと思って、こいつね、こいつ、よっしゃ、もうカンナさんは無理だったから、もうこいつでやってみようかなと思ったら、こいつもね、しかも生ですげえ、あんまだけで同じポケモンなんですよね。ブーレベル下がってんじゃん今思ったけど、まあレベルもちょっとバグっちゃったからな。で今度はちょっともうこのブーてかこのデータでもう進めるのは無理なんで、次回ちょっとバグ技で遊んでいこうかと。キノコの報酬覚えてほしい、キノコの報酬覚えてほしい、いいな。だから次ちょっといろいろ縛りプレイを加えて、その技を変えるバグ技ありでちょっといろいろやってみようかなと。ポケセン禁止けど、お店はちょっとありにしようかなと。お店はありにするんだけど、まあ、できる限り回復系は買わない感じで、で死んだら終わりみたいな、そんなね縛りをねちょっと次からやっていこうかなと。いやまさかもう最強やろこれ。今もう解けるなっちゃったけど、剣のマイクラブハンマー、空飛ぶ吹雪、うわせっかく3時間かけたのに。で波乗りと冷凍ビーム超欲しいなと思ってずっとやりよったんだけど、波乗りが来ない、あと冷凍ビームも来ない。
冷凍パンチは来たけどね、一回。冷凍パンチより冷凍吹雪とか言った。吹雪の方がいいかなと思って吹雪に変えたんだけど。いや、マジでバブル光線は一回来たんだけど、まあ、クラブハンマーの方が強いかなとか思ってね。なんか PPA だとかそういうの使えば、まあ、四天王ぐらい余裕でしょうと思ってね。全然ダメだったな。行くことすらできなかった。なので次回は、マジで、技を変える裏技を使って、まあ、縛りプレイをつけて遊んでいこうかなと。まあ、とりあえずね、ショート動画と、動画、もうポケモンしか再生回数伸びねえから、まあ、とりあえずポケモンをやりつつピクミンもやって、で、ピクミンクリアしたら他のゲームもやって、で、もうポケモンは随時、まあ、更新していくみたいな感じで。で、あとね、ライブ配信、YouTube のライブ配信的なものもね、ちょっとやろうかなと思っておりますんで、ちょくちょくね。で、とりあえず、もう、確定でやる日は、絶対にやろうと思ってる日は、9月の18日の月曜日の、祝日の日の、その時の夕方ぐらいからやろうかなと思っておりますんで、まあ、ぜひね、来てくれたらね、ショート動画でもね、ちょっと告知しようかなと。で、ライブもね、ちょくちょくやろうかなと思ってるんで、マジで。その日のためだけに、ちょくちょくライブ来て、ライブやって、まあ、人を集めて、18日ドーンって、まあ、10人ぐらい見てくれたら、まあ、いいかなと。10人でいい。10人以上来てもいいけど、まあ、10人来たらすげえ嬉しいかなと。でもミラティブっていう、携帯の配信のやつ、まあ、やりよったんだけど、もう一人も来ない。まあ、一人来ても、まあ、ちょっと喋って、バイバイ、あいつどっか行くだけみたいなね。で、ミラティブで本当はやりたいんだけどね、気楽にできるから、もう、スマホで、もう開いて、ポチポチって押すだけでもう配信できるんよ。あ、めっちゃ楽でいいじゃんと思って。なのでね、まあ、とりあえず YouTube がもうちょっとライブ、少しずつ始めて、もし、よかったら、まあ、ミラティブ来てもらって、まあ、ゆっくりやっていくっていう形をね、取っていきたいかなと思っておりますんでね。ぜひ、まあ、とりあえず、9月18日、見てくれたら嬉しいなと。で、その前のライブは、まあ、ダラダラしようかなと。もう3時間でも4時間でも、めっちゃダラダラ。ゲームは、本当なんかこの中にある、レトロフリークスの中にあるゲームを、なんか適当にやろうかなと。まあ、ポケモンでもいいし、スーパーマリオランドでもいいし、なんでもいい。ただ、18日にやる企画は、やっぱポケモンで再生回数伸びたから、ポケモンのピカチュウ版の、ピカチュウ版の、なんか、ピカチュウ一匹でクリアみたいな、そういうなんか変な企画でやっていきたいかなと。で、ライブ配信何しよっかな。何でもいいんだよな。普通にワギャランしようかな。ワギャラン3。ワギャラン3あるから、もうやったことないけど、ワギャラン3やってみようかな。まあ、のんびりね。くるくるくるいんとかもね、やるのもいいんだけど、ゲームボーイアドバンスはね、ちょっとね、ブキブキブキってなるから、なんやろ、音がなんかおかしくなるから、ちょっと厳しいんだよな。でもね、ポケモンサファイアは、まだね、俺やったことないんですよ。サファイア。やったことあるんかもしれんけど、もう全く覚えてない。もう全く。やったことあるかもしれんし、ないかもしれんし。ただ人の動画もね、あんまり見たことない。とか、ほぼ見たことないから、ほぼ初見。でね、ちょっとね、これもね、これは動画で出すかライブで出すかは、まあ、おいおい決めていこうかなと。まあ、とにかく、まあ、ライブをゆっくり、なんか、なんだろう。まあ、ワギャンでもいいし、もう第4次スーパーロー対戦をゆっくりやりながら、なんやろ、ゲーム実況、雑談、みたいな感じでね、ちょっとね、ちょくちょくやっていこうかなと思いますんでね、ぜひね、ちょっとチャンネル登録してる人はね、チラッとでもいいけどね、コメントでもしてくれたらね、嬉しいっす。嬉しいっす。もう、あれよ、再生回数伸びてから、コメント見るのが楽しくて、なんか、10秒前のコメントとかを、なんか、いいね押すのが、やべ。もう自分の、なんやろ、コメントのやつを見るの早すぎて、やべえな、ちょっと、いいね押すのちょっとあれやな。今コメントしたばっかりだから、ちょっと控えようみたいなね。あ、星のカービィデラックスでもいいね。風雷の試練でもいいね。風雷の試練、なんとかダンジョン。あれ。いつもの縛りの、何もない、何もなしで持っていく、ね、やつでね。
トルネコの大冒険もいいな。あ、これもいいな。まあ、いろいろちょっと考えながらね、ライブはね、のんびりね、やっていこうかなと。ただね、9月18日はちょっと気合い入れてやるような感じでね、やっていきたいと思います。